平島型不設艇は日本海軍の不設艇、同系艦10隻。昭和14年度から着手する4計画において、艦令の高い側定型10隻の大艦として要求され、10隻の予算が成立した。10隻は、仮称、第175艦から第179号艦とされ、内9隻が1940年から1943年に、 巡航している。大戦中は、本来の陽光防衛や、機雷不設などに加え、近海の船団護衛も行い好評だった。計画番号 H11 バイト。前型の測点型不設艇とほぼ同一の艦型だが、その実績を取り入れて、細部にわたっていろいろな改善が行われた。測点型で搭載した、必式4 0トル炭素機銃は、潜水艦の内角に、 有効な被害を与えることができないことが実験で分かり、代わりに8センチメートル広角砲一機を搭載した。対戦装備として水中超音機と水中単身機を春工時から装備した。砲と基地核の外反表面をなるべく平滑にするなどの対策が行われたが、それでも構想中はほとんど使えずに停止超音を前提としていた。 船体は側転型より深さを2 0ト、mm、ル増している。一般計画要領書によると側転型の搭載機雷は93式機雷のみだったが、平島型では93式機雷の他に5号機雷や92式機雷も搭載できた。また総海装備の搭載も計画された。爆雷投射機は計画では94式投射機1機だが、竣工時は爆雷投射機2機。 または三式投射機四機とする文献もある。対戦中の戦団護衛では、航続力の不足が指摘され、機械室後部のバラストタンクを重油タンクに改造して、重油約17トンを、増始め、14ノットで4000回りまで航続力を伸ばした。1944年以降は機銃などの増備がなされたらしく、チェジュの例では2 5ト、mm、ル連装機銃4機、 同単装7機、計1 5艇を最終的に装備した。レーダーは22号電探1機を装備した。ド・ワシマでは22号電探に代わり13号電探を装備したという。ド・ワシマは94式爆雷投射機も1機から2機に装備しているという。一般計画要領書や海軍造船技術概要では、平島以降の10隻を平島型としている。一方、 公的な分類や日本海軍護衛艦艇士では、平島型という分類はなく、すべて側転型としている。写真日本の軍艦第14艦で、統制には、側転型の解説内で、4計画艦について、このため、本型を一番艇の平島から平島型と称して、先の側転型と区別している向きもあるが、基本的に同系艇と見て良い。なお、 4計画に次いで、丸9計画において、本型14隻の建造が予定されていたが、網路のみが昭和19年7月に完成した。したがって側転型の同計定は15隻を数え、統制に写真日本の軍艦第14艦、P94 としており、側転型5隻、平島型9隻、網路の計15隻は実質的に同計としている。 海戦直前の丸級計画で、不設定は14隻さらに改め後計画で12隻の建造が計画されたが、丸級計画艦の網代のみ竣工しその他はすべて建造取り留めとなった。計画番号は H13。測転型、平島型とは本来違う系列で、改め後計画艦ではタービン搭載も伝えられる。結局、網代は、 平島型とほぼ同じ艦型で計画され、実質的には側点や平島と同型となった。公的な分類では、アジロ型と別型に分類されている。ありがとうございます。